チース。こんにちは、バタフライです。ヨウ、松本。うん、ブーンブ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 ン、キー。松本城住んでる？フィオです。今週も全国の悩める子羊どもからお便りをいただいちゃってんだけど、マジでヨーンドーリョーン。沖縄県24歳ギャル、アイシャドウはゴーヤ色さんからです。マツムトゥの都市開発の決定権を陰で握っているという噂のある誇り高き女神フィオ様、バタフライさん、ハイサーイ、 ラブピースハイサイ。私には付き合ってもうすぐ3年が経つ彼がいます。一緒に住んでます、うん、で、彼のことなんですが、嫌いではないです。ただ恋愛感情があるかって言われるとちょっとわからないです。結婚したいって最近思えなくなってきました。なんだかこの彼との未来が描けないんです。嫌いになったわけじゃないけど結婚はちょっとな。これって別れるべきなんですかね。そしてもし別れるとしてもどうやったら円満に別れられますか。この件に関して松本トゥではどうなんすか。長野県松本トゥでは近くに諏訪湖っていう幻の泉があるんす。その泉にはとっても緑色の液体がたまに流れていて、それを捕まえてわしょーいわしょーいってやると綺麗に分かれることができます。レッツトライ。すごいっすね。マツムトゥではそうなんすね。つまりもう結婚が考えられないってなって別れた方がいいのかなって思ってるってことは、もう別れた方がいいし、あと円満に別れようっていうことはなんか狙ったってしょうがないし、別れは辛いもんだし、別れは別れなんで、そこはまあ相手を傷つけるかもしんないし自分も傷つくかもしんないけど避けられない道だし、そこはあの綺麗事言わずにスパッと別れろ、細かいことはどうにかなるってことっすよね。ナイスマツモト。イエスマツモト。好きな君に好きと言われたらどれだけ幸せ。